ポケカの全国大会決勝戦で起きた悲劇。日本国内で年に4回開催されるチャンピオンズリーグ、約1500人から2000人ものプレイヤーが日本一の座をかけて戦う国内でも最大規模の大型大会。今回ご紹介するのは2020年10月に開催されたチャンピオンズリーグ横浜決勝戦での出来事。両者の使うデッキは当時環境トップの一角とされていた火の玉ズガドン。対するは今大会ダークホースの一角ザマゼンタザシアンデッキ。相性的にはズガドンデッキがやや有利とされていましたが、両者互角の戦いを繰り広げます。そしてズガドン側の残りサイドが1枚となり、試合も大詰めになったところで事件は起きました。なんとザマゼンタ側のプレイヤー技を打つために必要なエネルギーが足りていないにもかかわらずアサルトタックルを宣言。悲劇は重なります。プレイヤー宅付きのジャッジ含めその場にいた全員が誰もその事実に気づかないまま試合が続行。巻き戻せない状況まで試合が進んでしまったところでザマゼンタ側のプレイヤーがこの事実に気づき自己申告。ズガドン側のプレイヤーは残り1枚のサイドをバースト GX ではなくサイドペナルティで獲得して勝利するという煮え切らない結果となりました。決勝戦まで進んだプレイヤージャッジともどもかなりの疲労が溜まっていたと予想されますが、改めてルール遵守の重要性、問題点を考え直す機会になったと言えるでしょう。